わずかだけチョコレートの香りをつけます。それがこの飲み物の味だというふうにご想像いただければというふうに思います。もう思い出しただけでゾッとするような味です。私自身これを17回今まで飲んだ経験があります。本当に非常に大変な作業であることは間違いありません。なぜかと言いますと、大体1時間ぐらい経ちますと、さまざまなことが起こってまいります。最初に、その体に起きることというのは、非常に気分がまず悪くなってくるということです。めまいがし、吐き気がして、お腹がゴロ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 と鳴り出します。もうすぐ多分吐いてしまうだろうということは間違いないという気持ちになります。そして、下痢も引き起こします。そしてこれを、公の場で経験しなければいけないわけです。そこでまず最初に私にアヤワスカが教えてくれたことでした。つまり体というのが自分の中で最も重要なものではないということです。つまり人間にとって非常に重要な価値を持つというのは意識であるということ、そして魂であるということ、そして魂と意識のレベルということで言えば、このアヤワスカというのは非常に大変なインパクト、大変なことを引き起こしているわけです。ここで一つの大きな謎があります。こういったアヤワスカによって体験するビジョンというのは、非常に説得力があり、現実感もあるものです。知性的な存在があるというものですけれども、それは全くそのお互いに共通点のない、お互いに顔を合わせたことのない世界中の人々でも全て共通の体験をするということです。そのシャーマンの中には非常に絵の才能を持ち合わせている人もいます。これからお見せするのはアマゾンのプカウカ地域のシャーマンであるパブロ・アマリンゴの描いた絵です。アヤワスカを飲んだ翌日、彼はその自分の記憶から実際何を見たかということを美しい絵にして描きます。私はこれと同じような存在、あるいはその場面というものを目撃しておりますけれども、ただ残念ながら私自身はですね、絵心がありませんので、ここまでの絵を描くことは当然できません。実はですね、世界のどこから来ようと、そのアヤワスカを飲む人というのは全く同じような神秘にあふれた世界へといざなわれます。これについてはヘブライ大学、エルサレムのヘブライ大学にいるベニー・シャノン教授がかなり科学的な研究を行っております。彼はアヤワスカの専門家であります。彼自身も300回以上アヤワスカを飲んでいます。そして、オックスフォードプレスから出版している非常に分厚い本の中で、彼は他の何百人という人たちのアヤワスカ体験を記述しています。そして、そういった経験の中では、異次元の知性ある存在、全く同じ知性ある存在に、みんなが出会うということは非常に、こういった研究からもはっきりしております。動物を見ることがよくあります。そしてよく見るのは黒ヒョウです。ここにありますけれども、たとえアマゾンではなくて都会の真ん中でアヤワスカを飲んでいても、この黒ヒョウという存在にはよく遭遇いたします。そして、ごく普通の動物ではなく、こういった動物的な存在たちは非常に知性にあふれ、そして私たちとコミュニケーションを取ろうとしている存在であるわけです。そして樹木との遭遇もありますけれども、そういった樹木もやはりその知性というものを持っているということを、そういったエネルギーを発しています。そしてアヤワスカを飲む人は全員蛇を目撃します。非常に多数の蛇です。こういったアヤワスカの魂と言われているもの、本当にこの知性のある存在というふうに見られるわけですけれども、このアヤワスカの魂というものがよく大蛇、あるいは非常に大量の多数の蛇という形を持って我々の前に現れてきます。あるいはこのように女性の姿を持って現れることもあります。そして必ずこれは教師としての存在でもあります。いつも私たち自分の人生について、あるいはこの惑星について私たちに貴重な学びを与えてくれます。非常に厳しい先生ではありますけれども、愛にあふれた教師でもあります。必ずしも自分が知りたいことを教えてくれるわけではありませんけれども、その後でそれが自分の必要だったことを教えてくれたということが必ず分かるようなことを教えてくれます。アヤワスカ体験で非常によく遭遇するのが、通常の世界では全くお目にかかることがない異次元の存在です。こういった存在は人間と動物の組み合わせた存在です。
これと同じですね。ライオンやヒョウ、タイ、トラのような体で頭は人間の形をしています。それを説明するための専門用語があります。これはテリアントロプスと呼ばれているものですけれども、これはギリシャ語がその語源にありまして、その最初にあるテリアンというのは野生の動物という意味です。それとアントロポスという人間を表す意味の2つを組み合わせた言葉でございます。今日この講演の中でこのテリアントロプスという言葉、非常に頻繁に私使うと思いますので、どうぞ記憶の隅に残しておいていただければと思います。そしてこういった日本語でいうと半人ですね、テリアントロプスというのは私たちが自分の生き方をどういうふうに変えればいいのか、学ぶべきことは何かということを教えてくれるメッセージを携えている教師でもあります。アヤワスカではよく空へ旅するというような感覚が訪れます。そしてまた空ではちょっと違う形の大蛇と出会います。日本ではもうおなじみの竜ですね。よく一部の人たちはですね、この竜というのは実は恐竜時代のその記憶が形を変えたものだという言い方をしますけれども、これは完全なナンセンスだというふうに思います。私はその竜というのはこういったビジョンの世界から訪れたものだというふうに思っています。そして現代社会ではこういったものを見れないのは、私たちの意識の対象というのが目覚めた問題を解決するための生活意識に集中しているからで、そうしたものを使って日常生活を営んでいくために、その他の次元に対して私たちは自分たちの感覚を閉ざしてしまっているからだというふうに思います。アヤワスカというのはシャーマンたちが扱うさまざまな本当に数多くの技術テクニックの一つだというふうに思います。こういうものを使ってシャーマンたちは私たちの感覚というものを別次元の現実へと開いてくれるわけです。よくこういった存在は私たちに何らかの書物を見せます。そしてそれを理解するためにはその後何ヶ月もかかるといったような文字書物を見せてくれるわけです。先ほど空への旅という話をしましたけれども、非常に一つの謎はシャーマンを含めて世界中の人々でアヤワスカを飲んだ人はよくこういった空飛ぶ円盤のようなですね、存在を見るということです。どうもこの次元の異次元の間を行き交う何らかのこういった車両というか乗り物のように思います。この旅は空だけではなくて、場合によっては地中に行ったり、あるいは水の中に入ったりという形を取ることもあります。こういった経験のおかげでアマゾンの人たちはアマゾン川の下には本当に生命あふれる豊かな世界が存在するというふうに信じています。そしてアヤワスカを飲むと、こういったところに旅をしてその人生というものに関して非常に重要な学びを得てくるのだというふうに考えられています。これは通常人魚と呼ばれるものですね。やはり一部人間であり体は魚です。そしてこのシャーマンをその下にあるこういった非常に美しい世界へと誘っています。さて、いくつかビジョンをお見せしたわけですけども、皆さんの中にはこういったものは実はもうただのいわば脳のためのキャンディーであって、脳が本当に勝手に作り出したもので幻であって、こんなものを真剣に考える対象では全くないと思われる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。例えば植物2つを合わせた液体を飲んだだけで純粋にその霊的な体験ができるなんて簡単すぎるじゃないかと思われる方もいるでしょう。ここで覚えておいていただきたいのは、忘れてならないのは、あらゆる体験は脳が仲介して行われるということです。脳というもの自体はだいたいゼリー状の物質が2キロぐらいあって、その中に化学反応と電気信号のやり取りが行われているわけです。この電気化学反応といったようなものが私たちが日常生活を営むようにさせてくれているので、例えばそのバランスを変えれば現実の他の次元が体験できると考えても全くおかしいことはないと思います。そしてもしこの多次元にあるとの接触の体験というものが本当に現実としてあるとするならば、こういった体験はその脳を楽しまれするためのキャンディーどころか非常に重要な私たちが何かを学ぶべき経験だということが言えるでしょう。そしてまさに私たちのこういった体験は私たちに変容をもたらし、あるいは私たちがその世界に対する処し方についても大きな変化をもたらすかもしれません。And the answer to this question is that these days I'm no longer looking to prove that a lost civilization existed. I'm sure of that.
今は私は古代文明の存在について証明する興味は全くありません。それはもうできた話だと思います。But I'm myself investigating the very mysteries that those of the ancient civilizations investigated. そうではなくて、古代文明の人々自身が興味深く勉強していた意識の世界に私は今フォーカスしております。彼らの宇宙観を私は現時代において勉強しています。